フェラーーリのチーム代表、フレッド・バスールは、マックス・フェルスタッペンが、象徴的な F1 チームでレースをする可能性について、絶対にないとは言えないと考えている。フェルスタッペンは、F1 グリッドの主力としての地位を確立し、2023年の F1 で、圧倒的な記録を樹立し、22戦中19勝を挙げた。これには、セルジオ・ペレスを、2倍以上のポイントで上回り、3度目のワールドチャンピオンシップを獲得した連勝記録も含まれている。 現在、フェルスタッペンは、2028年末まで、レッドブルと契約しており、F1 キャリア全体をどうチームで過ごす可能性が高いが、未来は確定していない。フェルスタッペンがフェラーリに移籍することは、最も支配的なドライバーが、象徴的なチームと結びつく、F1 の夢の組み合わせを象徴するものであり、フェルスタッペン自体も、将来的には、その可能性を前向きに考えていると語っている。ガゼッタでロスポルトの週刊誌スポーツウィークのインタビューで、 フェルスタッペンは、その可能性について次のように語った。フェラーリには、このスポーツにおいて、素晴らしい歴史があり、競争するには素晴らしい相手だ。現在の契約が満了するとき、私は31歳になるが、まだまだ活躍できると思う。バスールは、フェルスタッペンを迎え入れたくない F1 チームのボスはいないだろうと述べており、グリッド上の10人のチーム代表に尋ねれば、誰もが、マックスをチームに歓迎するだろうと思うと語った。 ただし、現在の契約が長期間続いており、満了の時期は不確定だ。フェルスタッペンが、フェラーリのドライバーになる可能性はあるものの、それが具体化するのは、最速でも2029年以降になるだろう。バスールは、絶対にないとは言えないと述べ、可能性を排除していない。フェルスタッペンは、2024年の F1 シーズンに向けて、4度目のワールドチャンピオンを目指している。これに成功すれば、セバスチャン・ベッテルが、 2010年から2013年にかけて達成した4度のタイトルに並ぶことになる。